維新の会ご存知のようにこれまでの代表といいますと橋本徹さんや松井一郎さんそれぞれ首長を務めながら代表していたということでですねそれはそれで、まあ、あの他の政党にはないところがあってよかったと思いますけれども、まあ、全国を回るという意味ではなかなか物理的時間的にですね余裕がないということでこういった全国キャラバンというのはなかなかできる状況にはありませんでした。まあ、あの私が代表にならせていただいて代表選挙の時からも公約としてですね全国を回らせていただくということで日本維新の会というのはどういう政党なのかまたあのどういうことを考えているのかということをその地域の皆様方に直接お伝えをしたいということが一番の趣旨でございます。ぜひ皆様方のお力でこの春の統一地方選挙日本維新の会の公認候補者で皆様方のお力を結集していただいて大阪が変わったように香川県も必ず変わります。香川県が変われば徳島も変わります。高知も変わる。そして日本全体が変わっていくそういうきっかけ作りそういうスタートにぜひご参加をいただきまして日本維新の会のお力をお与えをいただきますように心からお願いを申し上げまして私代表の馬場伸幸のお訴えとさせていただきます。今後とも皆さんよろしくお願いいたします。